せーの、サンビラーゼ。この番組はですね、私たちサンミューが多方面で活躍していくためのスキルアップを目指したレギュラーバラエティ番組、サンミューでいいじゃん。今月もここ虎ノ門ポニーキャニオンより公開生放送でお届けします。イエーイじゃあレイちゃんから自己紹介を。はい、はい、ときめきクラスメイト、レイちゃむこと長谷川レイカです。レイちゃむって呼んでください。せーの、レイちゃむ。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ふわふわマシュマロガール、ハルルンこと山内遥香です。ハルルンって呼んでください。せーの、ハルルン。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、サンミューのちょこんと妖精マミリンこと野田マミです。マミリンって呼んでください。せーの、マミリン。ありがとうございます。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、胸キュンキャラメルボイス、綾菜こと木下綾菜です。綾菜って呼んでください。せーの、綾菜。ありがとうございます。今日最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、にゃんにゃんさつまうごじょ、せにゃんこと新原せなです。せにゃんって呼んでください。せーの、せにゃん。ありがとうございます。皆さん今日も来てくださってありがとうございます。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、奈良が生んだピカピカ関西娘、ありがとうございます。やーちゃんこと小林優衣です。やーちゃんって呼んでな。せーの、やーちゃん。ありがとうございます。ニコ生を見てくれてる方にも笑顔をちゃんと届けたいと思います。よろしくお願いします。はい、キラキラ微笑みリーダーミスこと西園美鈴です。ミスって呼んでください。せーの、ミス。ありがとうございます。今日はひな祭りなので、はい、女の子らしく頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そうだね、ひな祭り。そうや、ひな祭りだ、ね、楽しみだね。じゃあですね、ここで私たちを助けてくれる助っ人、はい、いつも助けてくれる助っ人、はい、ね、2人を呼びたいと思います。せーの、小林さん。どうもよろしくお願いします。お願いします。まっしょい。よろしくお願いします。お願いします。今日も面白いこと言ってくれんやろな。すごい面白い。もう面白いはただの悪口です。見た目のことです。顔ね、顔ね。はい、本日ね、MC やらせてもらう拳の社と、門脇と申します。ありがとうございます。お願いします。何て言いました。何て言いました。お願いします。門脇さん、ね、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。はい、頑張っていきましょうね。はい、早速ちょっと行きたいんですけど、はい、さっき裏で、はい、その髪の切りましたねって言われて、はい、切ってますもんね。で、あ、切ったへんって聞いたら、はい、あの一番端っこの小娘がここ、あ、うちのね、うちのね、君んとこの小娘が、はいはい、ケタケタ笑って素直やな。似合ってました。素直やから、あの前説で出て行ってから変な人って、いや自分や、おかしいでしょ。で、じゃあへんって聞いてね、ケタケタ笑うから変なのかなと思うでしょ、うん、え、なんでそんな笑っとんのって聞いたら、別に普通なのになんでそんなわけわかんないこと聞くんだろうみたいなことでケタケタ笑ってんの。おかしいでしょ。だって変じゃないのに、そん、うん、変って聞かれたから変じゃないなって思って、ちょっとうるせえうるせえうるせえ。でも結局変な人やったね。結局ね、腹抱えて笑うからね。素直やから、素直。はい、早速ね、じゃあコーナーの方行きましょう。はい、はいはい、今日はね、さっきも言ってましたけど、ひな祭りということでね。はい、はい、はい、今日はね、こんなコーナーをやりたいと思います。おでは、ハルルン、はい、タイトルコールを言えるかな。言える。覚えてきました。あ、覚えてきたね。頑張って。お願いします。はい、行きます。ひな祭り特別企画、サンミュー女子力決定。おーい、女子力いいですね。女子力か、女子力ね、女子力か、女子力ね、女子よね。
はい、うん、ということで今日はね皆さん女子力をね、はい、調べたいとなと思うんですけどね、はい、まず早速いきましょうかね、はい、一発目の女子力検定、はい、こちらですね、はい、T シャツ早畳みでございます。なるほど、はい、ありがとうございます。これだけあるでしょ。いいですね、ちょっと大きめの、はい、ちょっと大きめの大きいな。 T シャツって畳み方いろいろあるじゃないですか。あります、あります、あります。だから決まります、ね、いや、いいんじゃない、その自分の己の、うん、己の畳を、己の畳いつもやってる感じで、ね、あれですよね、早くても綺麗じゃないとダメですよね。そうだね。まあ、それはこっちが判定するでしゃばんな。どういうふうに畳むの。ここで、こう下で畳むのかな。そうじゃない、なんかテーブルとか出してもらえます。正座ですよね。正座で畳む。やだ一番いいよ、正座で正座、ね、縁側のちょっと端っこの方で正座で取り込んで、テーブル来ました。テーブル来るんかい。ありがとうございます。テーブル来るんかい。ありがとうございます。こんなにこっちは正座で妄想出来上がっとったのに、テーブル来たのに。残念ですね。やっぱね、これでテーブルがあった方がやりやすそう、はい、誰から行きますか。誰があるのかな、自信がある人。私、女子力ありそうだなみたいな。自信があるかな。でもこれは昔からお母さんのさ、お手伝いとかやってりゃ、はい、スッとできるわけやから。でもこの間、レイちゃんが趣味ができたって言って、はいはい、あ、そうや、何言ってた。何、人のことケタケタ笑うこと。趣味なんだっけ。洗濯趣味洗濯え、どういうこと。いや、なんか洗濯するの好きだなって。日課じゃない、それは。もう畳むまでちゃんとやってるってこと。まあやってます、ちゃんと。おー、じゃあトップバッター行ってみよう。レイちゃんから行きましょう。レイちゃんめー、頑張れ。どうする、どの状態、この状態が行こうか。うわー、よーい、スタートで。なんかじゃあ、そりゃそうや、だってこれお前がこう脱ぎ捨ててポイってした。やめてください、そういう妄想は。ほんとにまた怒られるから。今のもダメなの。自由がないね。次回いないんじゃない、これまた。あれ自由の人、今のもギリギリセーフ、ギリギリセーフ。じゃあ、この状態からね、はい、タイマーじゃあ測っていただいて、タイマーね、はい、じゃあタイマー掛け声でいいですか、用意さん。じゃあ行きますよ、A ちゃんもいいよ。じゃあ、あなた時間測ってくださいね。測ってくれてるから。あ、そうですか。ます、よーい、スタート。なんで運動会みたい。じゃあそれ、ちゃか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 ちゃ。え、何それ。あ、そっちタイプか。へぇ、はい、終わり。綺麗綺麗綺麗。なるほどね。けどそっちタイプなんや。はいはいはい、なるほどね。あ、俺が思っとったんじゃちゃうわ。こっちね、もうお店畳みで嫌なんですよ、私。あ、そうなの。こっちの方が綺麗に直せるよね。そう、お店畳みちょっと緩いじゃん。タイムは、何秒。10秒77。え、そんなにかかった。はい、じゃあもう順番に行こっか。まあ綺麗は綺麗よ、これは。なるほど、はい、いいですか。はい、じゃあくしゃくしゃっとしてください。そうなんや、そっち畳む方がいいかな。ハルルン行こう。早ければいいよね。ハルルンできないってもう言うの。ハルルンできなそうやな。やらんとくはあかんやろ。やる、やって、一応やる。一応やります。はい、一応やります。一応やります。やってみ、いくぞ。よーい、スパルタスタート。そうですけど何かって言われてた。そう、待って、たたんだ。なんかさ、雑雑やね。雑だな。え、嘘。これだからさ、どうなのよ。ちょっと合格なの。中くしゃくしゃや。内側だ。今角脇検定入ってますから、はい、しわしわなるで。プラス何秒かつくから、これでプラス7秒。プラス7秒。結構大変じゃない。プラス7秒。これさ、カメラ映らんから難しい。しわしわですね。ダメだ。しわしわですね。あー、こっちです。やめやめの、本当に怒られるやつやこんな間が全部ちょっと、はい、ちなみにタイムは、7秒プラスですもんね。8秒08に7秒足すんで15秒08。はい、残念、はい、はい、じゃあ続いてファミリー行きましょう。これは雑やな、あんた。雑や、ね、なんかでも機械がないですね。畳む機械ない。え、どういうこと、家でどうやってんの。え、普段は、え、待って、一人で住んでるよね。違うんです、住んでるんですけど、私畳むときはあるんですけど、ほとんどあれなんです、ハンガーに全部かけちゃうんです。T シャツも、クローゼットがあって、T シャツをピーってかけちゃ
ゃうんです。 T ソーなんつってんの。 T シャツもかけちゃうんです。 T シャツも全部ハンガーにかけんの。しかも今冬だからレッスン着しか着ないじゃないですか。知りません。ごめんなさいね。俺あなたの姿勢が知らないんだよ。もうレッスン着しかないので畳む機会が全然ないですね。すごい。じゃあいける。はい、行こう。でもマミリンは意外と、ね、なんか女子力意外とできそうなイメージ。お母さんのお手伝いとかしてそうやもんね。なるほどね。そうしてそう、うん、じゃあいきますよ。ハードル上げられたね。してないんかい。いきますよ。マミリン、よーいスタートね。マミリン、急ぐ気やね。急ぐ気ないやん、もう。え、急ぐ気全然ない。ちょっと待って、ハルルン方式や。ちょっと出たやん。出たやん、ハルルン方式。あ、もう一発いった。はい、マミリン、ストップ。見た目綺麗です。あ、見た目綺麗ですね。ちょっと綺麗。ちょっと綺麗。めっちゃうまいね。あ、綺麗綺麗綺麗。綺麗やね。いや、これ多分すごい、多分本当に。何が？中身。中が？え、中見るのこれ。中見ちゃうの。まずもうぐちゃぐちゃの、ほら、もうシワだらけ。なるほどね。え、そう、シワはもっと。この畳み方だったらしょうがない。袖見て、袖。え、これダメなんですか。こんなもあかんやろ、お前。ちなみに、何秒ですか、プラス。5秒。プラス5秒。プラス5秒。プラス5秒。って言いました。門脇さん、厳しいですね。厳しい。こんな T シャツ汚いよ、俺。タイムは。え、汚い。12秒10に5秒足すね。17秒10です。わー。大きかったよな、T シャツじゃ。なんでさ、みんな。え、こうじゃないんですか。下に置かないね。下置いてる。まあまあまあ、見てみましょう。見てみましょうよ。まあ、そういえば。さあ、来たよ。来たよ。いけるかな。アヤナとかも手伝ってきたもんね。アヤナだって不器用じゃん。意外と頑張ります。意外とだって裏まで逆来ちゃうんだよ。あ、そっか。それまた別だな。関係ないかな。関係ないです。じゃあ行きましょう。早くて綺麗によ。はい、よーいスタート。テンテンテケテケ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 テン。うわうわいや、汚っ。うわぁ終了終了マジで。うわこれはダメだ。うわぁこれあかんな。これこれはあかんわ。だって見た目がまず…待って。あぁあぁあぁシワシワだな。途中なんかローリングみたいな技入ったな。でもこれぐるぐるぐるって巻いて2つ入れたな。ちょっと急ぎないですか。はい、タイムは13秒94に、プラス12秒出す。待ってください。やばいやばい。25秒ハルルよりもダメです。25秒。めちゃめちゃ洗濯物畳むのに時間競わなくてもいい。そう、だからなんか急げって言われたから。まあね、あんたそれ言い出したら終わりやから。そうだよ、そらこっちも分かっとる。そうですよ、企画だから。そうだね、そう、企画だから。でも女性ってそういうの早くできてこそ。そうですよね。でもこれはあれよ、その自分の服だからってやめてね。その旦那さんとかね、将来のね、将来の人のために畳むのよ。愛情ってこと。そんなのあんな汚く畳む。ごめんなさい、もうちょっと研究します。もうちょっと研究。研究ってなんなんよ。じゃあセニア行きましょう。はい、と、いやこれなんか緊張すんな。うん、なんかそうだよね。やばい。だって小学生の時に着てた T シャツ今だに着てるんですよ。すごいですか。すごいね。物持ちもいいしね。エコやね。サイズ変わって。行きましょう。畳めるか。よ、行くよ。よーいスタート。テンテンテケテケテンテンテケテケ。どこ首がどこってこと。お、あー、待って待って。はい、終わり。最後投げたじゃん。え、仲間。なんでさ、最後投げたの。なんで投げた。仲間仲間ではないのよ。全部が嫌なの。いや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 。でもとりあえず多分、その速さを重視したわけね、多分。とりあえず早くやって、だからもう、すごい。ここも見て、こんな。門脇さん、なんか今日なんかシュート目みたいな。なんかね、嫌な、嫌なね、シュート目みたいな。嫌だね、嫌だ。嫌だ。すごいこだわってるのかな。ちょっと畳みすぎな。7秒73。ほら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 、一番早いじゃない。でもこれ40秒足すんで。そんなに、そんなに足すの。負けたくない、やっぱり。そんなに足すの。いや、最後のもしね、録画しちゃったらちゃんと自分で見な。
バンって投げたから、ね、あれが良くないね、あれが良くないね、あんなもんあれがプラス25秒ぐらいあったね、あんなもんありえん、だって愛情込めてやりましょうって言ってすぐよ投げたもん、すぐ投げたからね愛情がねゼロやった、はい、畳むの嫌いなんですよ、畳むの嫌いなんか裏返す、47秒でございますね、はい、やーちゃんはできそうやな、できると思う、やーちゃんは、やーちゃんいきましょうね、やちゃんとやってよ、頑張れちゃんとやってよってふざけんといて思ったら、はい、行きましょう、よーい、できるスタート、いやみんなこれ方式やな、うん、ね、今のところ、ああ初めてのね、もう時間は気にしないでいいんじゃないでしょうか、いや分からん、でも戻す消えたらマイナスあるかもよ、ああ新しい、いいねそれ、あるかも、気に入らんけど無視して、うん、いいよ、綺麗、はい、綺麗、綺麗、まあ綺麗ですね、超綺麗、超綺麗、見た目いいじゃないですか、ストップですね、ものすごい綺麗、ちゃんとしようと思って、うん。え、マイナスとかあります？綺麗綺麗、すごい綺麗、今何秒ですか、どうですかね、24秒27、そんななかった、はい、はい、次、はい、はい、何もなく、何もなく、ないんかい、ないんだって、はい、まあいいや、綺麗やねんからいいやんな、ないってじゃあ最後ね、数は一番期待できる、だって言ってもね、お母さんって言われてるぐらいですからね、うん、はい、ママ見るだけですか、アイロンないけどいい、ね、アイロンないか、アイロン欲しかった、 T シャツはアイロンかけないです、あ、そう、あ、そうか、でも、あれやもんね、服にあんまり興味ないやもんね、ミスやめなさい、やめなさい、やめなさい、かわいそうですね、やめなさい、傷つけないでください、100歩譲っていじっていいのはメンバーだけです、はい、興味はありますか、興味はある、ただ何を買っていいかがわからないだけです、はい、行きましょう、マジか、待って、オッケー、じゃあ見返してやれ、はい、よーい、スタート、何笑い、いつもそっち側なんよね、そっちなのね、うん、あ、なるほどね、はい、早い、あ、いいんじゃないですか、早い、さすが、綺麗、あ、こっちね、レイちゃんも方式ね、はい、あ、でも残念やな、でも首のここが曲がっとんもんな、意地悪言う、いや、曲がっとんのよ、このシュート目意地悪やね、これ曲がってなかったら100点やのにな、ここ曲がっても音るからな、何秒だ、何秒ですか、9秒27、早い、すごい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、なんだ、お水なんだ、プラマイは、プラマイゼロ、おぉ、あー、優勝は、あ、ミス、優勝、ミス、おー、いいね、さすが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 、やったちゃんとね、綺麗に畳もうね、やっぱこういう企画を待ってました、ついにね、1位が出てきたね、輝ける日、運はない、運はないけどね、企画で1位になったね、はい、ということでね、1位の方にはね、こちら差し上げます、はい、はい、ひなあられでございます、はい、おめでとうね、なるほど、おめでとう、ひなあられね、もらいに行ってくださ、はい、開けてくれ、開いてますね、開けてくれるんですか、そう、むしろ開いてるし、ここもしかして、ええ、1個、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、なるほどね、食べな、そういうことね、どうしたらどうぞ食べてください、食べてください、食べなさい、美味しいかもしれない、どうですか、食レポ、これで食レポ、どう、まだ味がわからん、まだ味がわからん、ひなあられ一つ、サク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 、美味しいね、よかったね、はい、よかったです、はい、じゃあ続いての女子力検定は、はい、はい、女子力が高いといえば料理でございます、おぉ、ということで料理、卵割りに挑戦していただきましょう、なるほど、よかったな、これはできる、輝けるな、今日もな、今日ミスの日だ、ミスの日、すごい、企画盛りだくさんで、ミスの日ですね、卵ミスの日だ、卵割るってことですか、そうっすよ、だから誰が綺麗に卵割れるかみたいな、失敗してもだって10個ある、綺麗に割るもん、卵なんて失敗しても、失敗する気ですよ、これ違う違う違う、卵なんて誰でも割れるやろ、違う違う、はい、いやいや意外にあるよ、片手両手、両手両手よ、あ、わかった、じゃあ両手にして、あの、叩くの1回にしようよ、あ、一発、それで割れるかったらどうするんですか、そんなもん何回も叩くの、じゃあ卵なんて、いや、2回ぐらい叩かせてください、2回ぐらい、だから、でもこう叩いた時にテーブルにこうね、卵白がつくつかないとかね、そう、いろいろあるから、手に、手が汚れる汚れないとか、いろいろあります、なんか、やだね、ちっこい今日の企画、あの、いかにやっぱり常日頃から料理をしてて、なるほどね、してたらこんなもん何回も割るわけやから、いや、だってもうこんな企画やなくてもわかるもん、もうだって僕片手で割れますよ、そう、僕は片手でパンタクロ、片手で、片手で、片手でやったときに、いきますか、じゃあ、いっぱい、やだ、嘘、予備がなくなっちゃう、見して見して、予備って何一人、一玉、片手でな、一発よ、はい、一発で片手で、一発で、一回しか来ないと、そう、ちゃんと、
行きますよ。え、そこで叩くんですか？こうやって？せーの、平らなところで。はい、お前のそうな時間ないから、言っとる。はい、行きますよ。思わんだけどね。すごいやろ。すごい。こんなもんな。すごい。あれ簡単よってことよ。君たち7年間も売れてなかったらバイトしかせえへんやから、こうなるよ。なるんよ。そういうもんやろ。そういうもん。めっちゃ料理するから。え、得意ですか料理？料理めっちゃしますよ。すごい。いいな。ちょっとすごいですね。男の人でもこんだけできるんやから。できるんですよ。だからあなたたちもできないと。だから叩くのは1回ね。はい。お、1回できますよね。1回で。やだ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 。はい、自信ある人。2回がいい。ちょっと待って、なんでこんなにも自信ないのみんな。2回叩くも割るだけ。2回ってめっちゃ。え、でも今の割り方やりたい。でしょ。やりたい。やりたい。じゃあ、やってみ。じゃあやってみましょう。投げたあかんで。気をつけてくださいね、この部屋の人ね。ビチャ飛び散らないようにね、あんま。じゃあ1個ね、じゃあ1個アドバイスあげるよ。ビビらない。ビビらない。はい、もう勢いよくいく。なんで？なんで？そこ手加減それ言ったらやばい。手加減できないから。手加減できないから。なんで？手加減できないから。手加減できやんの。そんなことある。べちゃんってやるってこと。行ってみよう、行ってみよう。はい、行きましょう。頑張れ。はい。いいよ。いいよ。じゃあ、用意、スタート。うわぁ！いや、気をつけて、気をつけて。あー、なるほどね。もうさ、まあね、そうね。もうさ、みんなさ、みんな片手でやってみたらどう？片手でやろうもん。やろやろ。なんかやろ。でも汚い。汚い。次誰行く？汚いとか言えない。卵がかわいそうだ。後でね、美味しくね、いただくんでね。はい。何？卵焼きめっちゃできそう。確実にね。めっちゃでかい卵。じゃあ、春に行こう、春に行こうよ。あー。もう、ポンポン行こう。何手ですか？両手？片手。片手でね、どう？みんな無理です。全員片手だよ。もう行こう。そんな自信ない？卵割るだけよ。片手でこれもしかしたらできたらすごいで。はい、せーの。あーもうーもうやだ、ほんとやだ。やばい、ダメダメ、片手ほんとに。あなたこそ、あなたこそ手加減。片手は事件になる。片手はやめよう。片手結構言うけどさ、多分ハルルは片手じゃなくてもこうなってたよ。もうそんなことな、そんなことなる。もう卵がこんな子初めて見た。やばい。何どうした？何結構あれです、弱い力で割れちゃう。卵割ったことあるね。卵だよ。卵初めて触ったの。やらかすぎたんか。はい、なんか変なテンションになってます。はい、じゃあマミリ行こっか。はい、ほんとに片手難しそう。面白い。いや、もう両手でもいいよ。両手でもいいよ。両手で、両手だったらできるじゃん。でも叩くのは1回ね。もう片手であの、いいの見れたし。そうそうそう、もう十分。あの、次100点出ました。ちょっとしばらく綺麗に割るの見たいよ、俺。うん、そうよね。行きましょう。1回か。なんかあるのね。あ、左利き。左利きなの。あ、片手で行くの。両手で行く。両手でね。OK、じゃあ行こうか。よーい、スタート。一回、叩くの一回よ。おーい、いいっすね。そうそうそう、いいですね。はい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 。よかった。そうよね。そう、卵ってそうやから。できました。一回って難しそう。あやな行く。一回はちょっと難しかった。行く、あやな。はい、じゃあ行きましょう。あー、怖いわ。めっちゃ手震えた。意外大丈夫よ、卵なんて。拭いとき、ちょっと。何？拭いとき。この人のせいで、あの、いろんなところに飛び散ってるんですよ。よし、いきましょう。見てみよう。はい。これ怖い、緊張する。よーい、スタート。はい、こん。もう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 、加減を知らんのね、みんなね、もう。ほんとね、卵割ったことある、ほんとに。これあれよ、
ミニライブで滑ってこけるの君だよ。本当ですよ。やめてよ。ちょっと下これ引いた方がええんちゃう。ごま、もうそもそも今ごまかし方すごかったよ。遅ないもう本当に。はい、ベタベタする。じゃあヤーちゃんいきますか。はい。ヤーちゃんく。ヤーちゃん大丈夫じゃん。すごい。一回目でもできる。一回ってすごい。両手、片手、両手でね。はい。行きましょう。用意スタート。お、いける。あ、いいんじゃない？あ、いいっすね、いいっすね。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。綺麗。そういうの、そういうの。はい、で、ミス、はい。慣れとる、慣れとる感じあるね。慣れてますね、うん。料理してる感じしましたね。うん、やってますよ、ちゃんと。ミスは？ミスは両手。片手片手で2個いける。片手2個。2個いくの？すごい。両手で2個いける。もう1個いける。私、欲しがりだから。やめてあげて。まだレイちゃんもあるから。ねえ。あ、そっか。あ、そっか。あ、そっか。やってないか。最後じゃないんだよね。いきましょう。はい、よーい、スタート。お。おー、いいね、いいね、いいね。余裕や、余裕。いいね。じゃあ、レイちゃんも。レイちゃんも。はい。レイちゃんもできそう。レイちゃんもさ、できそう。片手でやろうよ。いけるね、片手。片手、片手。なんかできそうやもんね。片手、固まってるよ。固まってるよ。固まった。固まった。ほら、できるよ。できるよ。だってもう見た目がもうできそうやろ、だって。片手ですか？できるよ、できそう、できそう。できる、できる。うん、よーい、スタート。はい。もちろん。生まれてる。ほら、できた。すごい。あー、いいね、いいね、いいね。すげえ。最後、最後、親指グリって。親指中にクスって刺して、バカッて。一回終われへんかったな、れいちゃん。でもね、腹は、腹はいらなかったね。はい、上手にできましたね。はい、ね、はい、ね、あれあれあれ。はい、ということで以上、卵終わりでした。はい、カッチーとかないんですか。めっちゃかっこいい。はい、はい、じゃあ最後はね、女子力、知識検定でございますね。はい、じゃあこちらの方ちょっと下げましょうかね。はい、知識検定って、はい、じゃあ、ホワイトボードとペンをね、皆さん受け取ってください。はい、はい、こういうテストが一番緊張するんですよね。知識、女子力の知識、なんか何の知識だろう。テスト苦手だよね、三名ね。そう、うん、なんだっつったけど。三名ってか、やーちゃんね。やーちゃんがね。いや、でもほんまにちょっとね、知識ってどのくらいの知識かによる。それにもよります。早速いきましょうかね、じゃあ問題。はい、はい、問題いきましょう。問題をほいください。料理の、うん、さしすせそとは何でしょう。あー、わかる。これはいけますね、多分大丈夫。これ簡単でしょう。料理のさしすせそ、はい、これわかるでしょう。さしすせそはわかるよ、ね、簡単ですよ。みんな言ったら聞こえますよ。これサービス問題やな、はい、じゃあ、はい、考えてください。さしすせそいっぱい回ってきたな、うん、みんなペン持ってますね、大丈夫ですね。はい、さしすせそね、はい、じゃあ書いてください。あ、何個かわからへんって何なの。もういいよ、書いて。あ、いいけどさ、やーちゃんだけで縦に書こうとしようもん。やから書きにくなったんや。横に書くんかい、ほんで。サバ、シラス、スズキ、好きな魚。はい、はい、できた人。はい、じゃあ、じゃあマミリンちょっといいですか。はい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 、はい、オッケーですよ。はい、見せちゃダメですよ。お、レイチャムが止まっております。珍しい。まさかの、まさかの巣で止まっております。え、ちょっと、はい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 。あ、ここで止まったのか。なるほどね。はい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 。え、ちょっと待って、こんなに、そうだよ、そうだよ、みんなこんなにわからんもんかね。あー、オッケーか。多分いけたかも。ん、前に入るってこと。はい、あと15秒、あと15秒で締め切ります。前には入りません。みんなすごいな、ほんま。多分それが頭の文字よ。私、いけたと思う。いけたと思う。ちょっと自信あるもん。はい、マミリンがバカにしております。みんなの答えを見て、マミリンがバカにしちゃいます。アホじゃないの。はい、終了。終了。はい、皆さんペンを閉じてください。ブラックなとこが出てます。マジか。はい、じゃあマミリンと、はい、あ、じゃあセニア違うな。ヤーちゃんとミス、はい、はい、一斉に出してください。
せーの、ポイ砂糖、はい、塩、塩、酢、酢、醤油、醤油、味噌、おー、はい、正解ですね。はい、やったー、やーちゃん、やーちゃんちょっと違いますよ。何が違う？味噌、醤油ですよ。何が？え、醤油、味噌なの？そうだよ。違うね、ごめん、間違えたわ。味噌、醤油だと思ってました。味噌、醤油って言いますよね。だから、醤やんか。醤油、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 あ、間違えた。何やねん、ぐちゃっとなったわ、もう。醤油、え、まあ、でもまあまあでもね、さしすせしいね、何やねんね、さしすせそが分からんのですよ。はい、めっちゃ笑っとるやん、ほんで。そう、さしすせそもろいやん、これ。まあでも3人正解ですね。ありがとうございます。見る、よかった。全然わかんない。さしすせそし、ちょっと待って。いいよ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 。できる子レイちゃむのいい。はい、レイちゃむ、できる子レイちゃむ、できる子レイちゃむ。私は卵片手で割れるので、おなじみのレイちゃむ。クロさん、バカみたいな顔してる。で、おなじみの、で、おなじみのね。はい、はい、どうぞ、はい、砂糖、塩、酢、背脂、味噌。すごいね。え、一緒でございます。砂糖、醤油、酢、背脂、味噌。もう一人おった。マジで最強だね。背脂って てかさ、二人も知らんから、そういうの。砂糖、醤油、酢、背、もうよ、何これ。ソース、ソース。え、一緒、ソース一緒ね。え、ソースやけど、ね、酢がね、酢飯って書いてある。なんで一回米炊いて米で混ぜたの。酢で正解やのに。そう、なんか一文字やね。これだけで一個の料理になっちゃったやん。そう、調味料や、ね、一文字ってないなと思って、やっちゃった。全然ダメでございます。おかしいな、はい、ちなみに、このさしすせそのこの順番で入れたら美味しい料理ができますよって順番なんです。そう、だから順番間違えちゃダメですよ。背脂入れたら何でも美味しくなりそうですよ。何でも美味しくなりそう。そういう問題じゃない。背脂、ごま油って言ってた。絶対そう。女子やろ。はい、ということでね、以上、女子力検定でした。はい、はい、ここでね、ニコ生でね、見ている皆さんにね、はい、アンケートで一番女子力があったと思うメンバーを回答してもらおうかなと。はい、なるほどね。はい、絶対違うわ。背脂か、背脂か、酢飯か。じゃあそこじゃないです。誰が待ってます、ね、だから誰がこうパーセンテージで出るんですよね、きっとね。そうじゃない、多分誰が一番パーセンテージ低いんでしょうね。俺こういうのいっぱい見てきたけど、はい、酢飯って初めて聞いた。ないよ、だってもう完成されてるんやから、もう一品。でもね、一品日本人っぽいこともある、はい、じゃあ早速ね、投票の方ね、スタートしてください。お願いします。どうぞ。誰がね、一番女子力あったでしょうということでね、この間にちょっとね、フリップの方片付けましょうか。はい、はい、じゃあミスチャージ、サセスソシが面白すぎたね。サシスセソ言われへんねんで、やばいよな。すごいわ。誰が高かったんやろ、なんか。でも意外にヤーちゃんが割りかして、ね、あ、そうだ、ヤーちゃんがね、意外に良かったね、うん、そうなのよ、いつもね、いつもバカバカってね、いじられるのにね。今日のヤーちゃんね、あんまり見せ場もなく、そう、あったのよ、そういうの、今日はあったの、あったのよ、普通にやってますね。あ、投票終了ということで ね、はい、じゃあ結果の方を見てみましょう。結果こちらです、どうぞ。誰、お、あやな 5.7%、 セーフセーフ 5.7%、 ハルルン 2.8%、 マメリンって書いてありますけども、マメリン 16.4%、 今日マメリンなんで、マメリン、はい、ミッス 40.1%、 ヤーちゃん 15.7%、 レイチャム 13.5% ということで、一番女子力あるのはリーダーのミッスです。ミッスよ、さすがです。はい、ダントツの1位です ね、ダントツのドベが、ハルルンということになりましたね。ぶっちぎりのね、そりゃね、あんだけね、もうぶちまけたらね、その卵を。ほんとだ、あんな卵の、やーちゃん結構えぐいね、やっぱり自分殺して 15.7 やもん、ね、そうね、やめろ。自分殺してって言うなよ、出してこ、今日死にに行って 15.10% しか待てよ、お前取れてないってこと、そんなことないですもん、今日は見せます。芸人じゃないから、死にに行ってはないです。今日はアイドルだわ、ちゃんと。今日はアイドル、今日はアイドル、普段は、普段は、いつもアイドルでしょ、いつもアイドルなの。はい、ということでね、1位のミスは後でひなあらで一粒もらってくれる。待った、いたってやった、いらないよ。はい、ということで、投稿な3名の女子力検定は以上でございます。はい、はい、続いては3名のミニライブです。はい、じゃあ皆さん、準備の方してください。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、させすそし。いや、よかったですね。すごいね。ね、
卵大丈夫でしょ、飛びました。大丈夫ですか。ねえ、ね、こう気をつけないと ね、 こけつ、ね、ニコ生見てる方もね、もしね、この会場ね、来てたらね、卵もらえたかもしれないね。卵の汁を、ね、やめとけよ、お前。次ぜひ聞いてください。でも、ね、あのこの企画ね、こう聞いてた時に、はいはい、卵割るとか、はい、ね、サシスセスを言うとか、うん、いや、簡単すぎるやろと思ってたんですよ、うん、いや、俺も思った。こうもできないかと。いや、すごい背脂よ。いや、酢飯よ。背脂からの酢飯よ。二人おるからね。すごい意味わからん。多分、面白いこと書こうと思っても出やんからね、背脂なんて。そやね、多分。そやね、酢飯。手で思い浮かぶのがもう背脂しかなかったよ、ね、なかった。醤油やと思うもんね、知らん子はね。はい、じゃあ準備の方できたみたいなのでね。はい、はい、じゃあ3名のスペシャルミニライブお楽しみください、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、これでライブパートは以上になるんですけれども、はい、ここからは私、木下アナが MC をさせていただきます。はい、なんか最近ちょっと毎度なんか安定の不安な MC なんですけれども、最後まで頑張りたいと思います。はい、はい、ということでコーナーに行きたいと思います。はい、踊る綾菜御殿。なんでなんですか。聞いて、最後まで聞いて。でもね、あれなんです、はい、このコーナーさっきまで女子力検定、はいはい、してたじゃないですか、はいはい、だからここからもあの女子をテーマにトークしていこうっていう、別にタイトルそんな関係ないんですよ。あやな御殿って言ってるけど、そう言っちゃっていいの。うん。あれいいんだ。うん、いいんじゃない。ダメかな。まあいいんじゃない。いいかな。はい、とりあえずここから先女子をテーマにトークしていくんですけれども、はい、なるほど。そうだから今回のテーマを発表したいと思います。はい、テーマはですね、メンバーの意外な女子だと思うところを教えてください。はい、なるほど。メンバーの意外な女子、ね、メンバー同士でね、意外になんか、あ、ここなんか女子だなみたいな、なるほどって思うところ。毎日一緒におりすぎてな。そう、あんま意外とかない、うん、意外な女子力。でもレイちゃんはいつもめっちゃしっかりしてるじゃないですか。してるってなんか、おおなんかたくましいみたいなイメージがあるかもしれないですけど、はい、なんか褒められた時の喜びよったらないですよ。かわいい。女子力かな。かただ単純な人だかもしれない。なんか褒められ慣れてないのね、あんまりね。そうなのかな。そうなのかな。そうだからドキドキしちゃうのね。意外な女子力なんてある。だってミスで料理できるじゃん、はい、ハルルンおされ好きじゃん、ヤーちゃんお菓子作れる。ちょっと待って、ハルルン今スイッチオフの顔してたよ。ほら映ってる、ほら映ってる。見た、みんな見ました。今見てなかった。今大丈夫。すごかったよ。目どこ見とったん。何こんななってたけど。考えたよ、あった。何レイちゃむが、レイちゃむはうち好き。レイちゃむはいつも LINE が絵文字とかなくって。ないね。なんか何とかだねって送ったら了解とか。いいけど、私に来るときなんて、りょだからね。だけど、最近はなんかすごいスタンプを送ってくれたりとか。いいの。そう、なんか顔文字ついてて、この間今日機嫌いいかなと思って。ちょっと待って、今日機嫌いいな、だって。そんな、そうなのかな。意外に。いや、だからその LINE は、LINE ってさ、既読ってさ、ついたらわかるじゃん、相手に。メールだったら、なんかわかんないけど、いつ見たかわかんないから時間かけてさ、この絵文字使おうとかさ思うけどさ、LINE ってパッパパッパやりたいからさ、そんな顔文字を選んでる暇はないの。それだけ。そんな人で返信してるの。だから、そんな人があるのもいいよ、勝負みたいな。だから、そっけない LINE を送ってしまった時はたまにスタンプもつけるでしょ。確かにね。確かに。フォローのスタンプ。そう。フォローってこと。もうちょっとさ、気持ちを込めてよ。そう、込めてるよ。なんかまあスタンプでもつけとくかみたいな。だってミスが、ミス自体、うん、あんまりさ、あの顔文字つけないから。メンバーにほとんど顔文字つけない、ね、確かに、ね、確かに確かに。でもスタンプはめっちゃ持ってるよ。そう、前もうちもスタンプめっちゃ持ってるよ、ね、あれ、ハルとアヤナの LINE は可愛いんだよ。あ、確かに可愛いね。なんでやんの。ちょっと待って、2人 LINE すんの。確かにイメージない。ハル、多分メンバーで唯一
強くするのはレイちゃんとアヤナが一番。アヤナとすんの？たまにするの。なんかありがとうとかってしたら、アヤナからなんかイエイ鉛筆とか。つまんない。おもろいそれ。つなげて、つなげる言葉でやり取りしたりとか。何それ。私はヤーちゃんと LINE するんだけど、スタンプでもう会話できちゃう。そう、会話が成り立つぐらいスタンプ持ってるんです。ヤーちゃんとミスのスタンプは気持ち悪いです。面白い。でも欲しい。面白い。なんか皆さんに見せてあげたい。本当なんかさ、今時クリエイターズスタンプってわかります？そうそうそう。一般の方が作ってるスタンプってめっちゃ面白いよ。めっちゃ買っちゃう。そう。なんかさ、ヤーちゃんのスタンプはとにかくなんか変な。違うミスのなんかスタンプで、はい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 みたいな、なんか意味わからへんスタンプとかさ、裸の宇宙人みたいな。そう、なんか変な。なんかそれでも、あとなんか顔から足が生えてるやつ。あ、そうそう。あのね、女の子の髪の毛がそのまま足になるっていうスタンプがあって、ほんとどっから見つけてきたのみたいな。へー、かわいい。楽しいよね、でもね。そう、楽しい。そういうのが好きやね。探してみてください。よく誰と LINE するの？マミリン。マミリン。そうね。でも、セニャンと一緒に生活してた時は、うん、セニャンから今どこっていうラインがめっちゃ来るんですよ。だからもう、そう、嫌そうじゃん。今どこっていうの？怖いの、怖いの。え、ちょっとなんで？違う、怖いんじゃないよ。お母さんやと思ってるから、やっぱり。今どこ、やっぱママがどこにいるか気になるじゃん、やっぱり。学校帰ったらおるんかなってね。そうね。あとは何かな。ラインって面白いな。ラインね。ラインね。じゃあ今度からうちちゃんと、うん、可愛く LINE 送るよ。お願いしますよ。私多分たまに怖いから。そうだよね、うちもね、自分でね、あ、今の怖かったかな、今日機嫌悪いんかなと思って。そんな機嫌でさ、LINE してないからさ、そんな。そう、大丈夫ですよ、ね。まあでも LINE ぐらいなの、そんな感じ、意外とみんなの、うん、編み込みとかしてくれる。編み込みしてくれる。うちのこと好きか。めいちゃんもいいじゃないの。褒めようの会社なの。本当に褒められてる。めいちゃんもいなくなったら生きていけないんじゃないのかなってたまに思う。そうか、もうね。そうでもなさそうだね。マミリン大丈夫？一回も喋ってないで。思った今。思ったくてさ。なんもない。あ、びっくりした。あ、どうも。あんまり書いてない。 LINE します。 LINE するんですか？ LINE しますか？ LINE いません。え、2人でしないんですか？やんないです、やんないです。え、2人もしないですか？いや、僕は LINE したいんですけど。したい、したいんだ。なぜかあのメッセージみたいな、なんですか、あのショートメッセージみたいなので送ってくるんですよ。LINE してないんですか？してるよ。LINE は別々やってますよ。やってるよ。けど、なんかこいつが、あれですか、ビジネスパートナー的な。そう。あ、だから俺が一回 LINE で送ったら、なんで LINE で送ってくるの？そんなに？何？基本で、それはね、まあまあいいよ。俺もスタンプ送りたいっす、あいつに。いいスタンプ紹介するんで。私も。いや、スタンプ、サンミュージックの先輩のスタンプ買った？買ってないです。買ってみました。一発芸ばっかり見ました。欲しいですけどね。一発芸人のね、一発芸ばっかり声出るんですよ、あれ。そう、びっくりしちゃった。なんかサンミューも作りたいな。そうそう、ね、作ったらいい。そんなの関係ねえとね。そもそもの、買いましたか？企画が。買ってない。女子力をテーマにした企画でしょ？そうでした、そうです。ライブ欲しいな。LINEの話ばっかしょるから。だって見つけることができない。女子力って何？3名、女の子こんなに集まってるのに女子っぽい話とか全然しないんですよ。女子っぽい話って何？なんかガールズトークみたいな。怖いな。怖い怖い。女子っぽい話って何？しかもレイちゃんの基本体型こうですからね。かっこいい。何ちょっと偉そうな。なんか話聞いたと思ったけど、はい、みんなレイちゃんからの愛を欲しがってるよね。なんかだってレイちゃんに優しくされた時すごい嬉しい。わかるわかる。はいはい、分かる。なんか待って、今日やったな、やった思った通りにいっとんな。やめろよ。やめろ。そういう作戦やからね。何の作戦？やっぱ日常からそっけなくやっといて、たまにポンって甘いもあげるとみんながガッと食いつく。知っとるから。ずるい。なるほど。だってそういうつもりはない。賢い、それは賢い、レイちゃん。だってラジオやっとんもん。やめろ。やめろ。そうなんですよ。毎週金曜日、ラジオ日本さんで。いじられたことも美味しく思って、告知を挟む。さすがでございます。金曜日やってるので、ぜひ聞いてください。はい、お願いします。はい、はい、ということでね、エンディングの方行きましょうか。はい、あ、じゃあ、あやな締めてください。はい、はい、それでは以上、踊るあやな御殿のコーナーでした。はい、どうだったんだね。イエーイ。はい、ということでね、はい、エンディングでございますけれども、はい、お知らせいきますか。お知らせいきましょうか。はい、はいはいうん、はい、さっきあの披露した始まりのメロディーが3月の18日にリリースします。はい、そして、はい、はいリリースイベントも行っているんですけども、はい、今週
土曜日に焦げ茶握手会と、うん、8日の日曜日には、うん、小田原ダイナーシティでリリースイベントを行います。はい、はい、ぜひお待ちしてます。はい、お願いします。そしてはい、そして3月10日に各週火曜日秋葉カルチャーズ劇場で行っている定期ライブがあります。うんうん、はい、その時のだって、3月10日のテーマがサンミューザカバーズスプリングということで、はい、春の曲をサンミューがカバーするので、うん、皆さんぜひ聴きに来てください。よろしくお願いします。はい、本当に来てほしい。私この日本番来た方がいいと思う。本当に楽しそう。来てほしい。本当に私、うん、練習もすごい楽しいからね。練習始まってるんです。練習始まっててすごい楽しいから絶対来た方がいいです、皆さん。すごい、ね、来た方がいい。お待ちしてます。待ってます。はい、はい、お願いします。はい、メンバーズサイトもアップしてるので、いろんなまだ喋ってないこととかもいろいろアップされてるので、うん、メンバーズ、なんでそんな焦っとんの。どうしたなんか最近焦ってるよ。大丈夫。はい、せーの。そうやな、メンバーズサイトは…せーの、せーの、せーの、バメリ方式だ。はい、せーの。はい、メンバーズサイトがオープンしてるので、まだサンミューが世の中に何も喋ってないようなことも喋ってたりするので、チェックしてみてください。詳しくはホームページもチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ハルル最近早口やな。急いでるよね、最近。なんか行き急いでる。自己紹介も早いし。行き急いでる。行き急ぐの早いよ。大丈夫。大丈夫。大丈夫です。最初の方もっとしっかりしとったのにな。本当ですよ。だんだん緩んでいってるんですよね、ちょっとずつ。そうね、だって一番年上やろ。はい、出会ってこれ一番しっかりしとったもんね。そうですね。そうやって飾っとったよ。何を掴もうとしようか。そうですね。それでは皆さんご一緒に、チャン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 、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーディアカーカー、ハッピーバースデーとユー、誕生日ね、おめでとう。出た。あ、いいね。すごい、最高やな。何？最高。石鹸？最高。最高。ありがとう、受けて。すごいやん。撮って顔見せて、撮って顔見せて。撮った顔。あれ、そうでもない。いや、そうでもない。これ何？お、すごい、綺麗に顔が。いや、できてないでしょ。これ何？よかったね。すごい。怖い。お見送りもするし、今から握手会やねん。これ何？いや、誘ってみ。なんかね、すごいもう一個あるみたいですよ。何？これは。これがもう一個。どういうこと？なんかさ、いつもの流れやったら美味しいケーキとかじゃないの、これ。いや、次ケーキやろ、多分。これ一回も終わったら、これ次ケーキ。次はケーキでしょ。あ、ケーキ、ケーキ、あったあったあった。怖い、怖い、怖い。いいじゃないですか。はい。おめでとう。でも、誕生日がしょうがない。じゃあ、レイちゃんもやったって。いいの、いいの。やだ、やだ、頑張って。お誕生日、おめでとう。すごいやんか、やった。かわいそう、かわいそう。ひげ生えてるよ。すごい。あったか。あ、いいね。でも、もう一個ケーキあるって。もう一個ある。まだあるの。まだあるの。こんなんいらないでしょ。でもさ、これ何？メレンゲじゃない、メレンゲ。純白アイドルやから。ちょっと、レイちゃん、レイちゃんちょっと。やーちゃん抑えて。レイちゃん抑えてあげて。レイちゃん、やーちゃん抑えて。これ持ったろ。何これ。レイちゃん。進化して、やーちゃんじっとして。やーちゃん、前見て。はい。いくよ。いくよ。せーの。お誕生日おめでとう。イエーイ。やった。ちょっとやーちゃん避けたらあかんよ。やーちゃんね、すぐ避けるから。やーちゃん避けるから。おた、ケーキもう一個あるかな。もう一個あるの？もう一個あるの？あかん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 。でかいな。私がやりたい。私がやりたい。私にやらせてください。ミスやりたい。本当やだ。ちょっと待ってな。ミスやりたい。ミスがやりたい。ミスに任せる。本当にやだ。誰？悪い顔してるからな、自分は今。ミス。ミス。ミス。
どうしたミス、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 落ち着いて、落ち着いて、ミスにはやらんから、誰もね、ミスにはやらんから、ね、主役は、ね、主役やーちゃんやから、主役はね、分かっとる、タクロ、タクロ、やーちゃんのこと押さえて、タクロ、やーちゃんのこと押さえて、マイク、マイク、押さえて、押さえて、タクロ、メガネ取って、やーちゃんのこと押さえて、早く、メガネ取って、みんな離れて、もう、台本も置いて、ね、早、タクロ、やーちゃん押さえて。どう？わかんない、意味わかんないじゃん。おめでとうございます。はい、タクロエンディング行こう。エンディング、タクロエンディング、タクロエンディング、タクロエンディング、じっとして、じっとして、ちょっと待って、じっとして、ちょっと待って、ちょっと待って、もうみんなパニック、みんなみんな待って、パニック、これやばい。みんな、あの、本気で遊ぶやめて。これもう、大丈夫、怖いから。みんな、おい、仕事やぞ。あ、待って、おい、落ち着きあるから、流れあるから、流れあるから、はい、もう時間ないから、タクロ閉めんと、はい、今日が主役の企画なのに。なんだこれは。よかったね、よかったよ、レイちゃん、よかったよ。そうなんですよ、18、金曜日の18時からラジオやってるときに聞いてください。はい、聞いてください、ラジオですね。サンミュージックでお笑いやってるんで、ね、お笑いやってます、僕ら笑いやってます。いやーちゃん、どうでした誕生日。あの、私、あの、毎週木曜日にあのニコニコ、あ、告知するのやめてくれ。そういうのじゃないよ、感想欲しいね。そうですね、あの、うん、ちょっと、まあ、最高の誕生日、前夜祭です。抱負は19歳の抱負、19歳の抱負、うん、なんか、そうですね、これからも笑顔を届けていければ、うん、100点、さすが、100点、さすが、はい、よくできました、うん、おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。入ってる、入ってるよ、入ってます。ミニもおかしい。そう、入ってる、入ってる、サンタさんみたいな。なるほど。はい、じゃあね、そろそろのお別れの時間でございますね。次回の放送は4月の4日を予定しております。4月4日、はい、4月4日ですね。はい、4月4日。あと、この後ね、アフタートークもあるので、これでやるの。はい、アフタートークと握手会も。はい、あるんですか、握手会。こんなんでよければやりましょう。やりましょう、やりますよ。よかったらね、4月4日来てください。はい、はい、なんすか、これ、あ、いいです、締めましょう、締めましょう、締めましょう。はい、ということで今日はどうもありがとうございました。はい、こぶしとサンミューでした。ありがとうございました。またね。はい、怒られる、はい、怒られる。あ、みんなでお掃除ですよ、これ。やばい、なんか、うん、これこれ。はい、ありがとうございました。どうしたの、マミリン。狙われるよ、それ。